皆さんこんばんは。話題の事件へようこそ。今回はチャンネル初期の頃に制作した名古屋市西区主婦殺害事件のリメイク版です。この事件は1999年に発生しているため、すでに相当な時間が経過していますが、現在も捜査特別報奨金対象事件となっており、捜査が継続しています。前回の動画にはなかった情報なども加えた上で、改めて考察してみたいと思います。まずは事件概要からどうぞ。事件概要。1999年11月13日、午後2時30分頃、名古屋市西区伊能町にある3階建てアパートの2階の部屋で、この部屋に住む主婦 M さん、当時32歳が首から血を流して倒れている姿をアパートの大家が発見し、通報したことで事件が発覚した。その際、玄関のドアに鍵はかかっておらず、キッチンのテーブルの椅子には2歳の長男が無傷で泣かずに座っていたが、部屋の中は血の海と化していた。救急隊が駆けつけたところ、 M さんは刃物で首などを数箇所刺され、すでに死亡しているのが確認され、手には防御創とみられる傷があるなど、何者かに殺害されたとみられる痕跡が複数見つかったが、現場から凶器は発見されなかった。司法解剖の結果、 M さんの死因は失血死だと分かり、死亡推定時刻は13日正午頃から午後1時頃とみられた。その後の捜査で、現場には犯人のものとみられる B 型の血痕や24センチの韓国製シューズの足跡が見つかり、 DNA 型鑑定の結果などから犯人は女であることが分かった。またアパートの周辺には犯人の足取りを示す血痕が点々と残されていたため、犯人は現場から徒歩で逃走し、手に相当な怪我を負っているとみられ、事件は早期に解決するとみられていたが、その後も犯人を特定することができず、予想外に捜査は難航した。現在この事件は様々な考察がされる中、25年目を迎えているが、未だ解決の糸口をつかむことができず、未解決のままとなっている。白昼の犯行。事件当時、殺害された M さんは現場となったアパートで、当時43歳の夫と2歳の長男との3人で暮らしていた。そんな M さんは飲食店を営む一人親の手伝いをしながら育ったこともあり、普通の主婦に憧れていたとされ、結婚後は家族揃ってディズニーランドに行ったり、憧れだった赤い車を購入したり、一人親の母親を迎えてマンションを購入する予定もあったことから、知人に怖いほど幸せと話すなど、 M さんは充実した理想の生活を送っていたという。しかし、そんな憧れを手にした直後、 M さんは事件に巻き込まれてしまった。事件当日午前9時頃、この日は土曜日だったが、不動産販売の営業をしていた M さんの夫は仕事に向かった。ちなみに普段は午前8時30分頃に出勤していたが、この日は家から現場である名古屋市北区のタワーマンションに直行だったため、いつもより遅めに家を出たという。 M さんは夫を見送った後、前日から体調が悪かった長男を病院に連れて行くため支度を始めたが、この日は数日前に M さんが購入したばかりの車をこすってしまった件で、同じアパートの3階に住むママ友の夫に車を修理してもらう約束をしていたことから、そのママ友に電話をかけ、息子に熱があり病院に行くけど車のキーはいるのかなと聞いているが、今日は休日だから夫はまだ寝ているとママ友に言われ電話を切っている。その後すぐ M さんは長男を連れて自転車で出かけたとみられ、午前9時30分に自宅に訪れた宅配便業者が不在票を投函している。午前10時20分と10時40分の2回にわたり、3階に住むママ友が M さん宅に電話するも応答がなかったため、病院が混んでいるのかなと思ったというが、 M さんは自宅を出てからまっすぐ病院には向かっておらず、午前11時10分に自宅から自転車で5分ほどの病院に診察券を提出している。この空白の約2時間に関しては、夫が出かける際 M さんが今日は図書館に行くと話していたため、当初図書館に向かったとみられていたが、返却予定の本が自宅に残されていたことから図書館へは行っていないとみられている。午前11時40分頃、
M さんと長男がアパートに帰宅した際、駐車場でママ友の夫が M さんの車の修理をしていたが、この時不審な人物は見かけなかったという。その後、正午頃から午後1時までの間にアパートの住人が M さん宅からタンスを動かすような大きな物音を聞いており、その直後アパートの階段を人が駆け下りる足音も聞いていることから、犯行時刻は正午頃から午後1時までの間と推定されている。現場の状況。事件当日午後2時過ぎ、大家の女性が自宅の庭で採れた柿をアパートの住人に配るため3階から各部屋を回り始め、午後2時30分頃2階に住む M さん宅のインターホンを鳴らしたが、応答がなかったことから柿の入った袋をドアノブにかけようとしたところ、鍵がかかっておらずドアが開き、中を覗いてみると廊下で M さんが血を流して倒れているのを発見した。驚いた大家は慌てて自宅に戻り、夫を連れて M さん宅を再確認していたところ、騒ぎに気づいたママ友が駆けつけ、大家と共に119番通報した後、同時にM さんの夫の勤務先にも連絡を入れ、約15分後に夫が自宅に到着した時にはすでに救急隊員が現場を確認しており、殺人だと判断されたことから間もなくして警察も到着した。遺体発見時、 M さんはトレーナーにジーパン姿で、着衣に乱れはなく、廊下から居間に向かって体を投げ出すような格好で倒れており、玄関先の廊下に掃除機が出しっぱなしになっていたことから掃除の途中だったと見られているが、リビングのテレビはつけっぱなしで、こたつの上にはふやけたカップ麺が置かれたままになっていた。またこの異様な状況の中、キッチンの子供用の椅子には長男が座り、テーブルの上にあったおもちゃで遊んでおり、その横には今まで購入したことのない飲みかけの乳酸飲料ミルミルが置いてあったが、付属のストローは使われておらず、ストローの穴から直接飲んだ形跡があり、飲んだものの一部が玄関で吐き出されていたことから、犯人が飲んだ可能性が高いと見られている。その他、犯人は犯行時に自らも傷を負ったと見られ、洗面所で血を洗い流したり止血しようとしていた痕跡が見つかり、さらに玄関には犯人の血痕と血のついた靴跡が残されており、靴跡の向きから推測すると、ドアスコープから外の様子を警戒して伺っていたことが分かった。これらの状況などから、当初強盗目的の線も考えられたが、室内を物色したような形跡がなかったことから、何かしらの怨恨が動機だとみて警察は捜査を開始した。犯人の足取り。手に傷を負ったとみられる犯人の血痕はアパートの通路や階段、そして駐車場へと続き、住宅街にも逃走ルートに沿って血痕が点在しており、人目につかないようにするためか、路地をジグザグに縫うように現場から約500メートル離れた公園付近まで徒歩で逃走していたことが分かった。また犯人は公園の水飲み場で手の傷を洗った後、しばらく公園内をうろうろしていたとみられ、公園を出てすぐのところで、事件当日午後12時15分頃最初の目撃情報があった。その目撃者の証言によると、血のついた白い布で手を押さえた女が痛そうな顔をしてゆっくり歩いていたとされ、さらにその約5分後の午後12時20分頃、公園から徒歩5分ほどの場所にある寺の前で車に乗った人が犯人らしき女を目撃している。その証言によると、女が胸のあたりで手をカバーするような格好で立っていたというもので、車の迎えを待っていたのではないかとの見方が浮上したが、これ以降の目撃者は一切現れなかったことから、推測の域を出ることはなかった。そしてこれらの目撃情報をもとに、不審な女の特徴が公開されている。目撃された女は年齢当時40歳から50歳くらい、身長は160センチほど、髪の長さは肩くらいでパーマが伸びたような髪型で、服装は上下とも黒っぽい服装、上はピンク色のセーターらしきものと、2つの情報があり、はっきりしていない。また血液型は B 型で、犯行時はかかとの部分が高い24センチの韓国製の婦人靴を履いていたとみられ、手には大きな傷を負っていたとみられているが、現在も生存していれば
70代となっている可能性があり、見た目は大きく変化しているため、似顔絵予想も公開されている。難航する捜査。この事件は室内が物色されていなかったことから、当初警察は怨恨による犯行との見方を強め、交友関係や近隣での聞き込みを行ったが、M さんに恨みを抱くような人物はおらず、はっきりとした犯行動機をつかむことができなかった。また現場周辺には犯人の足取りを示す血痕が残されていたものの、事件当日マスコミの動向を嫌がった県警本部が警察犬による捜査を一時中断させたため、その後降った雨によって血痕が消されてしまい、それ以上犯人の足取りを追うことができなかったとの情報があり、逃走に何かしらの車両が使用された可能性についても断定できる証拠は何一つ見つからなかった。このように捜査が難航する中、室内に残された乳酸飲料は犯人が持ち込んだ可能性があるとみて、製造番号から販売エリアを特定し、現場から20キロから30キロ離れた西三河地区で売られたものだと判明したが、犯人が持ち込んだものだとの確証を得ることはできず、この乳酸飲料から犯人を割り出すことはできなかった。そして M さんの夫によると、 M さんは以前自宅にセールスが来て嫌な経験をしたことから、日頃から人が訪れた時にはキッチンの窓越しに訪問者を確認してから玄関の鍵を開ける習慣があったとされているため、顔見知りの犯行の線が強いと見られているが、掃除中などで慌ただしかったために確認を怠りドアを開けてしまったのではないかとの見方もあり、全く見ず知らずの者による犯行の線も捨てきれないと指摘する声もある。その他、目撃された不審な女が M さんより一回り以上年上と見られたことから、夫の女性関係も調べられ、夫にそのような女性関係は全くないことが分かり、さらに夫には離婚歴があったため、静岡在住の前妻にも捜査の手が広げられたが、事件当日のアリバイが確認され、血液型も一致しないことが判明した。これらのことから M さんに対する個人的な恨みが動機だと見られているが、現在も全く手がかりがない状況が続いている。様々な可能性。この事件は犯行動機が全くわからないことから、現在も様々な説が浮上している。それらをまとめると、強盗説。当時 M さんは車を購入したりマンションの購入予定があるなど、周囲に幸せをアピールしていたことから強盗にターゲットにされたのではないかとの見方がある。 M さんは普段から用心深く鍵を常にかけるようにしていたとされているが、 M さんの夫によると100回に5回ほど鍵をかけ忘れることがあったと証言しているため、鍵をかけ忘れた可能性が指摘されており、犯人は強盗目的で侵入したものの手に怪我を負ったため諦めて逃げたのではないかとの見方がある。人違い説。警察は当初怨恨の線から捜査に入っているが、夫婦の交友関係を徹底的に洗い出しても恨まれるような噂などは一切なく、不審人物が浮上しなかったことから、 M さんは人違いで殺害されたのではないかとの見方がある。実は当時 M さん宅の隣に住んでいた住人の名字に M さんの名字と共通の漢字があったことから、あまり文字が読めない外国人女性がポストの表札を見て隣の住人と勘違いしたのではないかと指摘する声があり、すでに海外に逃亡しているために解決できていないとの説もある。怨恨説。当初から最も有力視されているのが、 M さん本人でさえ気づいていないような何かしらの怨恨による犯行との説だった。実は犯人が逃走時に立ち寄った公園について、 M さんは以前からなんか嫌な感じがするんだと言っていたとの話があり、この公園で犯人と接触したことがあるのではないかとの見方がある。また長男が3歳の時、ママとおばちゃんが喧嘩してたと話しており、4歳を迎えた頃には犯人はコンビニのおばちゃんだと突然言い出したため、警察はカウンセラーを動員して長男の発言の真意を探ろうとしたというが、確かな記憶を蘇らせることはできなかったという。しかし捜査関係者は現在も現場周辺で接触したことのある人物が逆恨みした可能性が高いと見ており、夫や友人も聞いたことのない人物が犯人だったとの見方で捜査を継続している。
ある噂。実はこの事件には犯行に結びつくようないくつかのきな臭い情報や噂がある。その一つは、名古屋市内に住む M さんの母親が事件の約3年前にがんに効くなどと言って500ミリの清涼飲料水を1本3万9000円で販売し、薬事法違反容疑で逮捕されていたというもので、 M さんの事件との関連を噂する声がある。当時この清涼飲料水の売り上げは約6億円あったとされ、 M さんの母親を含めた3人が逮捕されているが、母親は不起訴処分となり、これをきっかけに名古屋からいとこのいる北海道に移り住み、 M さんとマンションで同居するため再び名古屋に戻ってくる予定だったという。このことから M さんが殺害された裏には母親の過去の事件が絡んでいるのではないかとの見方もあるが、関連を裏付ける証拠は何も出ていない。またこの事件を取り上げた2016年のテレビ番組の中で、 M さんは涙もろく情に熱いものの、相手が落ち込んでいるとかの状況をあまり気にせず、悪気なく不用意な発言をして誤解されるようなところがあったと複数の M さんの知人が証言している場面が放送され、この番組をきっかけにネット上にはマウントを取る性格の悪い女性などと書き込まれたことから、遺族が番組に抗議し、某テレビ局が謝罪したとの情報がある。ただこの発言の真偽は明らかにされていないことから、この知人の発言自体がやらせなどでなければ知らぬ間に恨みを買っていた可能性が浮上するため、やはり M さんの交友関係の中に犯人が潜んでいるのではないかと指摘する声もある。事件の真相とは。この事件は結局犯行動機もわからないまま、すでに25年の時を迎えているが、解決の糸口は M さんが外出してから病院で診察を受けるまでの空白の2時間にあるのではないかとの見方が多くある。外出後まっすぐ病院に向かったものの、混んでいたためどこか別の場所で時間を潰していた可能性が指摘されているが、 M さん親子の目撃情報が全くないことから、空白の2時間にどこにいたのかについては不可解な謎が残されたままとなっている。また犯人が公園に向かって逃走したような血痕が残されており、最短ルートではなく路地をジグザグに歩いていることから、土地勘がなかったのではないかとの見方もあるが、逆に土地勘がある人物だったために人目につかないルートを選びながら逃走したのではないかと指摘する声もある。現在も M さんの夫はいつか犯人を現場に立たせたい、事件を風化させたくないとの思いから、アパートの部屋を当時の状態のまま借り続けているが、犯人の特定に至らないまま残酷にも25年という時が流れてしまった。唯一の目撃者だった長男はすでに父親の元を離れ就職しており、当時の記憶は全くないと語っており、犯人は捕まってほしいものの、あまりにも幼い頃の事件だっただけに怒りみたいな感情があまりないというのが正直なところだとも話している。そして2024年2月5日、この事件は捜査特別報奨金の適用期間が1年延長され、遺族は改めて情報提供を呼びかけている。果たして M さんを殺害した女は誰だったのか、犯行動機は何だったのか、この事件の真相とは。この事件は直接現場を見てきましたが、閑静な住宅街で昼間の人通りはほとんどなかったため、目撃者がほとんどいなかったことは納得できます。ちなみに犯人が履いていた靴については、当時北関東から九州までのスーパーや百貨店などの広い範囲でおよそ7000足が販売されていたとの情報があるため、これが確かであれば靴から犯人を特定することはほぼ不可能だと感じます。実は真偽は定かではないものの、非常に気になる情報があります。それは事件当時 M さん宅の隣に住む住人が、事件の1週間ほど前の午前8時過ぎに M さん宅の玄関前で M さんと話し込んでいる女を見たという情報があり、その女は公開されている似顔絵の女とよく似ていたといいます。これが事実であれば、この女が犯人の可能性は非常に高いですが、こんな朝早くに何の目的があって M さん宅に来ていたのか気になるとともに、時間帯的には M さんの夫も自宅にいたと思われるため、
情報の角度的には微妙だと感じます。個人的にもこの事件の犯人は顔見知りの可能性が高いと感じていますが、顔見知りとは言っても挨拶を交わす程度のごく浅い顔見知りという可能性もあるのではないでしょうか。動機は全く想像できませんが、もしかしたら外国人だったのかもしれません。今回改めてこの事件をまとめてみましたが、やはり犯行動機については確信に迫る情報は出ておらず、想像の域を超えることはこの先もないような気がします。個人的にやはり最も気になることは M さんが外出した直後の空白の2時間です。 M さんは一旦病院に向かったものの、混んでいたために時間つぶしをしていたとの見方もできますが、長男には熱があり季節的に肌寒かったと思われるため、混んでいたとしても病院内から出るというのは少し違和感を覚えます。だとすればやはり病院に向かう途中で何かしらの理由が発生し、病院に訪れるのが遅れたと考える方が自然のような気がします。そしてその理由については、病院に向かう途中で犯人の女と出くわしトラブルに発展したと考えるのが流れ的には一番納得できます。これは一つの可能性ですが、 M さんが病院に向かう途中、たまにスーパーやコンビニなどで顔を合わせる程度の女に会い、少し会話を交わしている最中に女から乳酸飲料をもらったものの、何らかのきっかけで口論に発展したと考えることもできます。だとすれば長男がママとおばちゃんが喧嘩してたと話していたことも辻褄が合うとともに、もしかしたら犯人はコンビニのおばちゃんと言っていたのも、コンビニで会ったことのあるおばちゃんという意味だったのかもしれません。乳酸飲料については、病院内で誰かにもらったのではないかと当初私自身も考察していましたが、やはり未だに挙げた人物が名乗り出ていないということは、犯人が挙げたものと考える方が納得できます。病院を出た M さんの後をつけたのか、もともと自宅を知っていたのかは分かりませんが、犯人の行動範囲と M さんの行動範囲で重なる部分があり、2人はそこで頻繁に接触していた可能性があるような気がします。ちなみに個人的に感じる犯人像としては、ストローを使わずに飲んだり玄関に吐き出すなど相当ガサツで下品な印象があるため、語弊があるかもしれませんが、俗に言う元ヤン的な印象を強く受けます。いずれにしても現場の状況的には、掃除機が出しっぱなしになっていることから、約束していた訪問ではないことが伺えるため、何かしらの突発的なトラブルが犯行のきっかけだったのではないでしょうか。皆さんはどんな考察をするでしょうか。